なんか、はいはい、俺、うん、一石投じていいですか。お、何に一石を投じるのですか。この志村けん亡きこの世界に。亡きこの世界に。じゃあ一体お願いします。じゃあこのポスト志村けんだな。そう、これはまあ、ナイナイの岡村がそれを放棄した形になるからね。なかなかね、志村けん直々にさ後継指名されたのにそれを放棄するのはなあ、よくない。マジか、もう失礼だよね。それがよくない。ほんとそうなると後継者誰かって話だよね。本当にだから、それこそきちんとコントができて愛されるっていうね。そうそう、うん、そうそう、そういうことでしょ。うん、うん、だっていかんせんだってね、うん、相葉くんは無理だし、ね、まあね、嵐休止したとはいえ、とはいえね、志村になれって言われてもそれは酷な話で、うん、高俊もちょっと違うもんな。ちょっと違うね。うんうん、うん、コントをやっても、まあ、まあそこそこいい線は行くのかもしれないけど、うんうんうん、ね、うん、うん、どうかね。あと誰だ、あと本当に、まあ、コントが上手い人ってのはいるんだろうけど、うん、まあもちろんラーメンズじゃないし。ラーメン、ごめん、あのラーメンズは違うわ。うん、まあ、あ、でもただ、うん、まあこれ、まあ、面白い面白くない好き嫌いっていうのはあるだろうけど、うんうん、もうひたすらコントをね、もうなんだろう、実直にというか続けている人がいて、うん、うっちゃんね、うん、うっちゃん、うっちゃん、確かに、うっちゃんは本当にね、愚直にずっとコントは続けてる、やってるよね。でちゃんと方やね、違う方面でもちゃんとねやってるしね、若手育ててるしね。そうで、かと思えば志村と一緒でシャイで普段はおとなしい、うん、そうだっていう、まあ、酒飲むのかな、あんまり飲まない感じだけど、飲まないだよね、うん、ただやっぱり、あーでもまあそうか、うっちゃん、うん、確かにうっちゃん、うっちゃんが近いような気はするけど、うん、けどっていうのがあるよね、やっぱ、うん、むずいね。うっけど前田くん割といい線いってますよ。そう、今なんかポーンと浮かんだんだけど、うっちゃん確かにいい線いってる、うん、うっちゃん、そう、もうあのダウンタウンでさえもうコントをやってないという、うん、この時にうっちゃんどうかねっていう。確かに、そうなんだよ、マモー、マモーやってるしね、マモーやってる、マモーとかミモーとかあったね。やった、チハルとやってた、チハルと、あ、そうだ。なんか CD も出してたな。やってたねえ、あ、じゃあそうか、歌の、そうだそうだよ、あの、まあ、歌手としてではない、まあ、音楽家としてね、そうですよ、ミリオンセラー出してますよ。うん、ねえ、だからビートルズじゃねえや、ドリフターズみたいにね、赤版青版が出せるぐらいに。そう、俺昼間ちょっとドリフターズの赤版と青版聞いてたんだけど、まあ、聞いてた、いいよね、やっぱね。いい、あれは本当に、そう、うっちゃん、ちなみに東村山音頭はどっちなの、赤版青版どっちなの。青版に、青やっぱね、あの志村加入前が赤版で加入後が青版みたいな感じ。そう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 、割とビートルズの赤版青版を意識してる感じ。なるほどね、後期と前期ね。そう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 、そうだね。やっぱね、ここでちょっと、はい、まあドリフと志村けん、まあ、あるいは加藤茶のキャリアハイについてちょっと考えたいと思うんだけど、うん、どうでしょう。実は志村が入る直前のドリフはもうやばかったっていう
あ、もう解散みたいな、まあ、解散まではいかないけど、ちょっと視聴率がだいぶ落ちてて、途方に暮れる感じだね。そうそう、ちょっとまあね、だんだんネタも詰まってきた。まあ加藤茶が言うには、うん、大体300回ぐらいだから6年ぐらいかなと、あの全集合が始まって、うんうんうん、その頃にはもうだんだんもうみんなもうネタも尽きてきて困り果ててたと。そりゃそうだ、毎週やってればね、うん、ね、だから16年やってたから、もう最初の6年でもうかなり詰まってきたと。うんうん、まあ、その時に志村が だからあの最高視聴率 50.5% っていうのは志村が加入する前だからね。え、そう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 、意外それ。そうなんですよ、志村が入る1年前かな、そこでもう頂点を極めて、あとはどんどん落ちてきて困ったなっていう時に、まあ、志村が入ってきてっていう。だ、実はドリフのまあ、全員集合のキャリアハイは実は1973年という、まあ、志村が加入する1年前だったということで、しかもレコードの売り上げに関しても実は1970年だから、ドリフのズンドコ節っていうのは分かるよ、分かるね、あれがもうオリコン年間ランキング2位ということで、だから1位の黒猫の単語さえいなければ、もうその年最高の売り上げだった、ね。まあ、ちょっと黒猫の単語はダブルスコアで、ね、ちょっとすごい売り上げだったけどね。だ、多分70年代前半がドリフのキャリアハイで、多分志村けんはカンフル剤だったんじゃないかという。なるほどね、うん、確かに。だから、まあ、確かにね、志村が入って すごい面白くなったんだけど、ドリフというよりはもう志村の一人舞台という感が強かったかもしれない、うん、すごい、うん、まあでもどっちにしてもすごいよね。ちなみにね、この1970年のあのレコード売上ランキングで、あの32位にレッド・イット・ビーが入ってますね。すごい。40、なんで49位にカム・トゥ・ゲザー。うわ、すごい。今ありえないでしょ、このありえないね、ベスト50とかにね、うん、洋楽が入ってくる余地がないっていうのがね、うん、うん、次志村けんのキャリアハイいきますか。うん、志村けんが一番、あ、まあその前にちょっと待てよ。そもそもドリフのメンバーで長者番付なるものに名前が載ったのは志村と加藤しかいないんですよ。長さん乗らなかったんだ。そう、不思議と、あの全員集合やってる頃からないのよ。へー、だってさ、おかしくない？うん、あのね、地方営業とかのギャラ全部がめてた人なのに。そうだよね、みんなに責められてたもんな、まあ、ねえ、あれって。だから、まあ、何らか なんか税金対策をしてたとしか思えないんだけど、うん、思えない思えない、まあ、とりあえずね、そうなんですよ。志村けんと加藤茶が同時に初登場したのが1983年だから、まだ全集合が終わるちょっと前ですな、うん、まあ10あのタレント部門12位に志村で4680万円で、17位に加藤茶で3720万円っていうね、まあ、すごい、まあ、ちゃんと人気順ではあるんだけど、うん、いやでも怒りはいねえなっていうで、まあ2人ともどんどん収入を伸ばしてって、平成最初の年1989年がやっぱ、あ、ごめん、あ、まあそうか、一番キャリアハイだと思いますよ、2人の。第5位志村けん1億123万円、すげえ。第10位加藤茶6609万円って、まあ、だいぶ開きました、ね、開いてるけどね、うん、多分大丈夫だが始まったからじゃないかな。あ、で92年を最後にいなくなっ、名前を消すんですけど2人とも、うん、でもやっぱ21世紀に入って再評価されて20位に2002年と2003年で20位18位に志村けんがちょっと入ってくる。すごい。そう、やっぱそこら辺でね、やっぱ若い人たちから
まあ、それこそナイナイの岡村であるとか、うんうんうん、キンキキッズの堂本剛であるが、うんうん、あるとかがアイーンとかやったりして若者からやっぱね支持を受けたっていうのは、っていうかその頃俺たちも若者だったね2002年2003年って。いやーでもはい、なんていうの、うん、まあ志村けんがこの残したものって、うん、はい、残したものいっぱいあるね。やっぱそう、その一時的な笑いというよりもやっぱ、うん、あれだよね、愛される笑いを。そうなんだよね、それが好きだったんだろうな、愛される笑いが。やっぱりちゃんとね丁寧にきちんとしっかり作るっていうのは意識してたと思うよ。あまりいい加減なことは嫌いな人だったらしくてね、やっぱそれこそ時間にうるさい人だったらしいし、やっぱちゃんとちゃんと作って きちんとしたものを視聴者にご覧いただこうっていう意識は確かにあったと思う、だから愛されたんだろうね。まあなんか、あれだよね、今なんかそういう笑いってなんだろうと思ったら、やっぱ西でいう関西でいう新喜劇だよね。ああそうだね、もうお決まりの、ね、お決まりのやつ。やっぱねマンネリってある程度大事だと思うの。いや大事だよ本当に、そうなんだよね、マンネリに行く前に次の方に行っちゃうと、それはそれでどうなんだろうっていうね。やっぱりこう固定された何かがあると安心するっていうのはあるかもね、人間ね。もちろん笑い、そうか、お笑いって難しいね、やっぱり難しい。